六本木ヒルズの展望台で景色を見ようと思ったんですけど、なんかね、今日は展望台に行くと、その料金にプラスして、六本木ヒルズで結構本格的にやってる鉄道展が見られるんですよ。私、鉄道マニアですから、見に来ました。これ、昔の上野駅の中央改札を再現してるみたいですね。今も上野駅の中央改札行くと、上から列車のね、高崎行きや南蛮線とかそういうのが出てますけど、まあ、なんとなく何がしたいのかは分かります。まあ、本物とはちょっと違うけど、それ再現だからそこまで行っちゃいけないな。よくあるこれも展示ですけど、寝台特急のヘッドマーク。特急富士号のものはバージョンが3つ4つぐらいありましたが、ちょっと古い方のやつですね。暁とかは割と最後まで使ってたんじゃないかな。桜ハヤブサなんていうのはもう JR になってからできたやつですんで、ヘッドマークもピカピカです。あけぼののヘッドマークなんかは皆さんも多分ご覧になった方もおられるんじゃないかと思うんですが、朝をイメージしてるんで、この入っている六本線がオレンジ色なんですよね。これちょっと前のあけぼのだとオレンジ色なんですが、最近のね、最後ぐらいのあけぼののヘッドマークはオレンジ色はしてなかった。これなんでこうなのか不思議なんですけど、デザインが最後の方はちょっとだけ違っているのに、まあ一部の人は気づいていました。国鉄時代の四国の乗車券が展示されてますけど、でもこれ全部見ると、ハスメは入ってないみたいだな。展示の協力はね、JR の旅客会社とか、まあ貨物会社、それぞれが協力したということなんですけど、JR の中で保存されてたんですかね、ハスメが入ってない乗車券が。切符の確保が難かったらしい、カートレインのヘッドマークとか、これは、東海、JR 東海になってからも使ってたやつですよね。急行東海号のやつ。4パー 1K、4パー 5K の有明号のヘッドマークなど、まあまあまあいろいろあります。これ国鉄がなくなる時のヘッドマークですけど、何に掲げてたんだかちょっとわかんないんですよね。何だったんだろうな。多分どっかの鉄道管理局で客車列車の先頭とかにつけていたやつなんじゃないかと思います。国鉄がなくなる直前に全国の駅に掲げられたポスターです。これもすごいですよね。杉浦さんが最後の国鉄総裁でした。撮影も OK ということなんで、今後の動画の素材集めしっかりやらせてもらおうと思います。これはただの封筒かな、多分そうですね。これ普通の封筒だと思うんですけど、今もね、 JR の封筒ってうちにもいくつか JR から送られてきたものでこういう封筒はありますけど、最初の頃はこういうやつだったんですね。ロゴは当たり前ですが、発足の時から変わってませんので、昭和62年の終わりにはね、ずっとこんなこう JR のマーク、当時としては結構新しい方のデザインだったんじゃないですか。こんなのもあったんだ。当時は JR のそれぞれの会社のことを新会社と呼んでいたのでした。 JR が発足してから新しく、運転を始めた、まあ、その初日の電車には JR 東日本はこのヘッドマークをほとんど全ての電車に掲げました。で、これも多分西日本もほとんど全部の電車にかけたんじゃないかな。九州はまたこれ客車列車の先頭用のヘッドマークだと思いますが、九州伝統のお椀型を使っています。JR ができて1年も経たずして青函トンネルが開業しましたけど、その時地下に海底駅っていうのができてね、私も行きましたけど、多分これ当時のやつと同じだと思うんですが、ここに飾ってある看板の前で多分記念写真撮ったことあると思いますよ。懐かしいですね。海峡号のヘッドマーク、これも本物ですね。ボロボロになってます。ここにはなんか JR それぞれの会社が持っているけれども、今までほとんど見せていなかったお蔵入りだった展示品もあるとかで、これは宇高連絡船の伊予丸の、これ何なんだろうな、金って書いてあるけど、どこで使ってたんですかね。青函トンネルと瀬戸大橋が開業した時の、それで JR が全て陸続きになった時のダイヤ改正一本列島の時、それを記念して発売されたオレンジカードですね。そのホルダーです。これは多分宇高連絡船の運行最終日に配られた乗船記念証で、翌日に瀬戸大橋が開業したわけですが、瀬戸大橋の初日の乗車記念証、同じ企画で2枚配られたんですね。これも JR 四国の中で多分余ってたんだろうな。 JR 北海道ではグリーン車とか特急列車の中に乗るとこういうものを配って、今でもね、読み物がありますけれど、まだ雑誌の番号6番目ということですが、それは当然青函連絡船だってその時の雑誌のテーマになりますよね。東京大阪間で運行していたビジネス特急、6時間50分で結んでいたので、それで初めて大阪を日帰りすることが可能になったらしいんですけども、その時の特急こだまのヘッドマーク、多分本物ではなさそうですね。綺麗すぎるからな。
見覚えのあるトワイライトエクスプレスのヘッドマークも飾ってありますけど、こんなボロボロなのあったかな、見た覚えがないけど、まあ、ここに展示されてるってことはあったんでしょうね。穴が開いちゃってますよ。まあ、西日本の看板のトワイライトがこのボロボロの看板掲げるなんて良くないと思うんですけど、視聴者の皆さんもご存知、サンライズ瀬戸出雲号の、前身となる瀬戸出雲号のヘッドマークと、これはこれも出雲か、出雲のヘッドマークにはあの雲が銀に光るやつと、それからあのこういう白いモコモコのやつと2種類あったんですよね。ヘッドマークは基本あの手作りなんでバリエーションが出るのも当然です。裏側を見ることはあんまりないんですけど、これ東京機関区のやつだから EF65 にくっつけてたやつで、銀に光るやつは多分これはデーデー51にくっつけてたやつなんだろうな。寝台特急のヘッドマークはね、多分下のこの北斗星とかあのこっちのカシオペアもそうなんですけど、下の外側が露出してるやつは JR 東日本のやつで、上のこの銀の銀じゃない、こう表面になんかこうプラスチックのカバーがかけられている、これがね、これがあの JR 北海道の準備したやつだったと思います。多分函館運輸所のやつなんじゃないかと思いますけど、あのそこにこういうものがねこうかかってるおかげでちょっと面倒くさかったですね。函館運輸所じゃなくて、あの五稜郭車両所青函発出とか、なんかそんな名前だったかな。これ写真撮るときにこう反射しちゃうからね、夜暗いところで写真撮ったりするとこの表面のプラスチックのカバーが目立つんですよ。トワイライトエクスプレスのモックアップもあるんですけど、これはこれあれだな、展望スイート風のモックアップ、別に本物じゃありませんからね。そう、 JR 西日本の車掌さんはああいうの着てましたよ、懐かしい。これはね、新幹線を保有する旅客鉄道会社のそれぞれの新幹線乗務員の制服だそうですが、まあ、確かに、ああこんな感じだ。まあこれ以上の特にコメントはないじゃないんですが、 JR 貨物の制服ってあれなんですね、こういう感じの制服はなかったんですかね。こういうの着てる人もいたような気がしたけどな。基本は水色の作業着か。これは昔の時刻表のあれですね、あのバックナンバーというか表紙のあれですけど、有名なやつもありますよ。これとか、あとは、43年の10月のやつはどれだ、あ、これだ、43と、これも有名な時刻表の表紙です。あとは特急大増発をさせた53等の時刻表、53年10月改正の時刻表はこれですか、うん、確かになんかこの表紙を見たことあるな。他に有名なのでは、あとはこれかな、 JR 時刻表、 JR 発足するときの時刻表ですが、当然作るのは国鉄なんで、まだ JR ができてないですからね。国鉄監修 JR 時刻表というただ一つのものです。これなんかはね、あのうちでも保存されてますけど、もう捨てちゃったかな。あの時刻表通算999、これも家にあったかな。最近のヘッドマークになるとね、うちのチャンネルでも紹介したようなのが出てきますけど、この間山陰本線で貨物列車が迂回運転した時、その列車の先頭にはこのヘッドマークが取り付けられていましたね。うちのチャンネルで登場したヘッドマークだと思われます。他にも展示エリアがあるんですけど、なんか最近段ボールで蒸気機関車作るのが流行ってるんですかね。これ1号機関車ですよね。本物よりなんか幾分大きいような気もしますが、本物もこのぐらいだったかな。日本初の蒸気機関車、重要文化財で交通博物館に展示されています。いや、鉄道博物館でした。まだ他にも展示ゾーンがあってですね、北海道関連が多いですけど、これは青函連絡船の上に掲げられていた JNR、JR マーク。いや、これは連絡船の上じゃないな、補助機船の上についてたやつって書いてありますね。これは初めて見た。連絡船よりもなんかちょっと JNR が横に詰まってるなという感じがしたんですけど、そういうことでしたか。中国だかどこだかに売り飛ばされて、その後は産業廃棄物の捨て場になってしまっているらしい、そんな噂を聞きましたね。大雪丸の模型です。倉吉線は SL 大好きな私の父が唯一現役の蒸気機関車を撮影したと、言ってましたけどね、その思い出の路線だそうです。あの倉吉からどこまで行ってた路線なのか私も忘れちゃいましたけど、特定地方交通線に、当てられてですね、そして、もう現在はご覧のように廃線となっています。最後に見つけたんですけど、帝都高速道交通営団の本社に掲げられていたあの英断マーク、こんな大きかったんですね。それ知らなかった。
私もこのマークの意味は知らなかったんですけど、まあ、サブウェイの S なんだなと思ってたらね、まあ、その通りなんですけど、セーフティー、セキュリティー、スピード、サービスの意味があるんだそうです。まあ他は後付けなんじゃないですかね。A 段の改札では確かにこれでしたね。1枚のみ投入できます。あの昔はパスネットとかがあって、あの残高が足りないときに2枚投入すると、あの1枚をゼロにして2枚目から減算するみたいな頭のいいことをやってくれる改札機と、そうでない無能改札があったんですが、これは無能改札ですわ。あの子供割引って書いてあるんで、子供っていうのはあの、まあ、要するに、まあ、ピヨピヨピヨってなる、あの小さいあの小学生の切符を入れた時に通るやつですけど、この割引っていうのはあの身体障害者、精神障害者、知的障害者の、割引およびその介助者付き添い人に対しての適用される割引、これも、ね、切符を入れた時にちゃんと点灯するようになってるみたいです。これね、この間インドネシア行ってジャカルタで乗りましたね。東西線5000系、2007年に日本からは引退したということですけど、もう向こうでもね、あの引退しかけてますよ。引退直前に私も乗ったのでした。これ最後見ましたけど、この強力のところ、まあ、私鉄各社も来てるんで JR だけじゃないんですが、あの七色の JR が横一列ずらっと揃う、これかっこいいですね。いいな。あのよく言われてるのが、JR 北海道は萌え切りを、 JR 東日本は濃い緑で、あのこれはなんか北海道があの東に吸収されることになった時は、あの上から塗りつぶしやすいように、北海道と四国はそのすぐ脇にある密接な関係を持っている会社の色が薄くしたバージョンになってるんじゃないかとか、そんな話よくありましたね。